和歌山県のアドベンチャーワールドでは、今年3月に生まれたチーターの子供の一般公開が始まりました。恐る恐る足を踏み出すチーターの子供たち。今日から一般公開が始まったのは、メス1頭、オス2頭の合わせて3頭です。アドベンチャーワールドによりますと、3頭は今年3月19日に生まれ、700グラムほどだった体重は、現在およそ18キロにまで成長しているということです。アドベンチャーワールドでは合わせて16頭のチーターが暮らしていますが、3頭の両親は去年南アフリカから来園したチーターだということです。報道関係者向けに公開された昨日、チーターの子どもたちは好奇心旺盛に駆け回ったりじゃれ合ったりしていました。公開時間は午前10時45分から午後3時半まで。アドベンチャーワールドは今しか見ることのできない可愛い姿を見に来てほしいとしています。